さあ今日からね、GoTo トラベルキャンペーン始まったよ。安倍政権はね、いや、うちらのこと世話してくれたよな。あ、学校休ましたり10万円くれたりな。あ、心配でおどおどしてはったやろ、安倍さん。ほんだら今度はな、国会と霞が関の税金やる番やな。あいつらも金足りなくなったらやろ、税金くれてやれな。日本人は自分で自分を律することができる敬語の国民に、他のやつらにここは真似できん。右往左往して慌ててパタパタテンパってんの外国かぶれした若いやつらだって、ね、昔は外国かぶれしたおっさんだもん、気合い入ったって。最近はそうじゃないらしい。まあ、例えばプロ野球なんてね、そういうもんや。音楽もそういうもんや、ね、芝居の舞台も映画もそういうもんや、ね、飲食店もな、そういうギャグちゃうぞ。あのな、飲食店はそういうもんちゃう。芸人が飲食店に立てつくのは許さんうち。それとな、当たり前やんか、そんなの飲食店やってこそのっていうのもやろ。どこで芝居するつもり、人に姿偉そう、ええやろ、お前らのこと。ほんでね、例えば野球、野球なんか脇役やんってね、何の日本経済、ね、日本経済の飾り付けや、脇役やん、ね、だから責任感じてバタバタすな。そんな頼む産業ちゃうねん。